はい、どうも赤トキメントです。シャルビータコロン実況プレイ始めていきたいと思います。前回はこのアーケードの、中級モードをやりました。前回の予告通り今回はオリジナルモードをやっていきたいと思います。3つのモードがあるんですけど、今回はストーリーです。1人 A ボタン、これねたくさんあるんだよね。じゃあタコルーキー行きましょう。電池がないって言われてる電池がない言われてるな。これね6人いるんですよね。じゃあ電池ないって言われてんな。じゃあ電池入れるわ。よし、電池入れました。そういえばアーケードモードのね、アーケードじゃない、オリジナルの方のね、これあったね。誘爆連鎖、ダイヤ、得意な色、キャラクター紹介4つありましたね。スクロールしない。誘爆連鎖。自動で連鎖してくれる。神かよひどい。ダイヤの効果はキャラクターごとに異なります。なんか一人一人あるみたいですよ。豚はなんか酵素で泡に変えるみたいです。イカ略、相手のタコのどれかにしてこう全部ウニに変える。ナッパー、フィールドを全部2にする。強すぎ。中国なキャラクターパンダって。変態ガッパ、保守的なプラチナの世界。相手の時を5秒ほど止める。これはひどい。得意な色、強くなるはい、数字を消すと相手に2個鬼を送る。連鎖した場合もウニ2個。得意な色で連鎖すると3個になる。連鎖させた時だけ強いのよ。だってキャラクター紹介、これ一時停止しながら皆さん見てくださいね。鉄壁ゴブリンゴブー、ゴブーなんですね。こいつは得意な色緑だそうです。浜辺のラスト侍カニザエモン、オス。ラッパー妖精ファンキー、これ音大丈夫かな、音量聞こえてるかな、微妙。妖精、しっかりしちゃいな、フェイフェイ。11歳、たこ焼きは激辛のからしマヨネーズが好き。ナルシーカッタ竹蔵、自分でナルシーって言うんだ。24歳、衝撃。得意な色は青。 MK5 って今言っても分かんないでしょっていうねというわけでオリジナルいきます。ストーリー、1人 A ボタン、タコロキーいきます。
コロン行きましょうか。魔法でたこ焼き屋出そうとした。私の大好きなたこ焼きよ、出てこーい。フルボイス。たこ焼きではなくタコが降ってきた。ああ、やっちゃいましたね、魔法使い見習いのコロン。あんた誰さ。口悪いな。私は天使のアンジェリック。ああ、このロンロンピアの守り神みたいなものね。ところでコロン、このタコどうする。アーケードを先にやったのは失敗だったか。食べる。食えるか。いいこと。このタコを消したかったら魔族の王子エクザルトに会いなさい。声色一気に変わったな。そう、彼がこのタコの消し方を知ってるわ。だからあなたがエクザルトを懲らしめ、じゃない、会って話すのよ。めんどくさいな。アンジェリックが自分で行けばいいじゃない。微妙に棒読みだな。それじゃ意味がない。じゃなくて、自分で起こしたことなんだから自分で責任持ちなさい。はいはい、わかりました。とにかくそのエクザルトに会えばいいのね。はい、こいつよく言葉詰まるな。はい、魔王の城ね、どこにあるんだろう。アーケードから言ったら失敗だったか。この女ほこりがついてる子分よ。フルボイスいいね、楽。5分4回行ったぞ。さっきからブーブー、やっぱり豚じゃない。顔と合ってねえ。大金だらけのお前にバカにされる言われはないのか。人を大金の塊みたいに言うなっつうの。ブブー、こうなったらタコなんで勝負。ゴブふん、なんざ豚からよ。よし、微妙にセリフは違うけどね。じゃあもうさっさと行っちゃいましょうか。あー、やっぱつながってると一気に連鎖つながるの楽ですね。一気に降らせちゃいましょう。すごいね、楽。楽。なんじゃない。はい、楽でした。ここもボイスありとは本気だな。自分でぶっ飛ぶ衝撃。そこの娘、待つでござる。よく飛ぶな。何なのよな。お主が最近この浜辺でカニを漁り回っている悪党でござるな。何の話よ。こうして三日三晩浜辺で待ち伏せた甲斐があったでござる。ちょっとそこの曲げ髪、その話聞いてる。これ音量バランス音でかくないですかね。セリフが小さい。この名刀春雨の旅にしてくれるわ。春雨なんだ。どう見てもあんたはカニ。まあいいわ、倒して美味しくいただいてやろうじゃない。アーケードとは微妙にセリフやっぱ違いますね。やーい、ダン。ちょっと安心。完全に被ってたら本当にやる意味ないっていう。はい、はい、と前回の CPU の戦い見てね、
分かったことがあるんですけどね、網の近くにね、こうやってすぐ連鎖できるように置いとくのがね良さそうです。まあこれは今はこんな感じでいいでしょう。切腹しかないでござる。変な言いがかりはもっと強くなってから言いなさいよね。拙者がこのようなちんちくり娘に遅れを取るとは。ぬるぬる動くな。ちんちくり娘で悪かったのね。拙者にはまだまだ修行が足りんようだ。日々精進。微妙に黒い枠よりも上に行ってるよね。ゲームの枠を飛び越えるっていうね。曲ループしたし。まだ用があるのか。拙者は修行で忙しいのだ。邪魔するな。何よそれ。まったく気まぐれで失礼な髪ね。もうシールは。スルー。イケボ。また変なのが来た。ユウは今日宇宙一のラッキーガールなんだぜ。はい。俺様の新曲ラップとたこ焼き最後まで聞いてくれよな。ラップがなんだって。行くぜ。キュエコー。一人突っ込み。乗ってやるかよベイベイ。エコー笑う。僕もやってくれたわね。ノリノリついでに頭にタコでも乗せておくといいわ。やつの頭に音符乗ってたのか。何かと思ったわ。そういえばアーケードみたいに吹き出し出てこねえな。突然さ喋ったりはしないのか。いい塩梅になるまで貯めておいてからやろうか。はいっと。こんな感じか。はいっと。はいっと。速攻だったな。速攻だったな。決着くるだ。こいつ何言ってんだ。一番分かってほしいとこ分かってない。いつも森のフレンズにばかり聞かせてたからな。フレンズ世界に羽ばたいて世界中の奴らに俺様の歌を聞かせてやるぜ。君はラップが下手なフレンズなんだね。アデュー。なんていうか、ポジティブすぎるのも考えものよね。うん、内容はないな。なんだい、こんな色を捕まえてイケボどうするつもりだい。あの、やっぱいいです。おいおい、いいことはないだろう。今、ハンサムなカッパさん、ごきげんようって言ったのは、君じゃないか。そんなこと言ってない。そうだ、いいところに来てくれた。基本的に人の話は聞かないと。ずっと鏡を見てたんだけど、今日はバラの元気がないような気がして。ちょっと、どうしたらいい。バラはナイスな俺のトレードマークなのに。人の話を。今日もせっかくのナイスファッションなのに、
どうすればバラが。黙らせるしかないわね。基本的にどっちも人の話を聞くつもりはないと。コロン自身も衝撃ですね。まともなキャラクターがいませんね、このゲーム。ひどいな。ちなみに右左のゲージがね、微妙にね、キャラクターで長さが違うっていうのがね、わかりましたね。こうだな。ここら辺に緑を貯めておいて、すぐに連鎖できるようにしておく。緊急時に。地味に止まっちゃったな。得点が伸びないんだよな、速攻で倒しちゃうと。あんたも十分変だけどな。俺に恋する。5秒前。うげっ、もう付き合ってらんないわ。今のうげは好きだったな。あー疲れた。いつまで経っても魔王城なんか見えてこないじゃない。あ、まともなキャラ出てきたかな。ロボットっぽい声してないな。コミショ？全然気づかなかった。いるならいるって声かけるくらいしなさいよ。いえ、何度も。スクロール微妙に遅かったような気がしたな。ポンコツロボットが私になるのよ。申し訳ないのですが、エクザルト様からうっさいやつは通すな。命じられてまして。嫌な予感。ここであなたを足止めさせていただきます。あ、ショートしてる。今日は本当に役目だわ。はい、やーい、ダン。やっぱりストーリーは適当なんだな。ストーリーは適当。このもんか。ふいっと、ふいっと。あんま繋がってねえな。楽しんでて止まっちゃったな。ギョビーンって、ギョビーンって言わないでしょ。ここにね、黄色を置いておきましょう。これが前回の長い戦いで見つけた法則ですが、終わっちゃった。終わっちゃった。しますよ。今のプギャーはすごいな。喋るんだ。このままじゃやばそう。これは逃げる気ないわね。はい、結末は明かさないタイプ。ジュースさえ飲ませることができれば、あのわがまま坊ちゃんも魔王も一黒にできるのに。こいつ腹黒すぎない？疑心暗鬼。
当てつけだな。そんな怪しい液体飲めるか。なんか植物にやるあの栄養剤みたいな。結構えぐいこと言うな。悪い子にはお仕置きが必要ね。やっぱこの国変なやつしかいねえな。うん、確信。こうやって準備しておきましょうか。準備しておこうとして消しちゃったけど、まあいいか。まあ適当にやっていきましょうか。点数が全然入ってない気がする。おっと、一気にウニが来たな。消しちゃおうか。でウニを、ウニじゃねえ、黄色を準備しておきましょう。やっぱアーケードよりは幾分簡単ですね。今何面だっけな。切り替えよう。来るか。あんまないな。ここだ。黄色なくなっちゃったな。うん、連鎖は続く。結構連鎖いけたな。やってられっかバヤローって。10歳でレディーっていう。反省してないな。この笑顔やめとこうか。はい、誰がレディだよ。俺の目にはヘンチクリンしか映ってないけどね。うん、間違ってない。せいでね。ちょっと待てこら。で追っかけていくと、あれ、お腹空いたな。これは、そういえば私はたこ焼きが食べたいだけだったの。みんな大好き銀だこだ。あ、あれはたこ焼き。いただきます。たこ焼きが喋ってる時点で、うわ、よせ、やめろ。たこ焼きが喋った。ね、たこ棒はたこ焼きじゃない、たこ焼き職人だよ。たこ焼きだけどね。コロンは知ってるんだな。私が勝ったらここを通してもらうわ。よし、だったらタコ坊が勝ったら、タコ坊の作った伝説級のたこ焼きを食べてもらうよ。すげえ、得しかない。この勝負負けるわけにはいかないよ。負けなくてもよくない、食えるんだぜ。やーい、はい、負ける必要のない勝負なんだけどな。負ける必要を感じない勝負なんだけどな。まあいいか。あ、消えちゃった。操作も若干慣れていきたいんですよね。黄色なくなっちゃった。もういいか。え、本当に簡単だね、このモード。聞いてなかったんかい。まあ、気のせいよね。先を急がなきゃ。
この際タコザルトでもいいんだけどな。これじゃ元の世界に帰れないよ。ルート分岐ですかね。まだまだ修行不足。このままこの地の土に、なりたくないよ。なんか意味深な言葉を残していったな。見えてきたわ魔王女。やっとエクザルトに。エクザルト？この声は。そうよ、アチキよ。こっそりマークしてて正解だった。ある。ある。あんたやっぱりエクザルト様に気があるあるね。癖が強い。惚れてるも何も、そいつとは初対面よ。だいたいあるあるねってへん。お前のような落ちこぼれに愛しいエクザルト様に。ああ、そういうことね。そこまで言われちゃ黙ってられないわ。私もあんたに負けてないってこと教えてあげる。したのは小籠包か。やーい、ダン。イカが降ってきたな。たこ焼きにイカ混ざるって大丈夫なのか。まあいいや、気にしないことにしようか。消えたか。これ消えるの結構早いな。アーケードはもうちょっと長かったような気がするけど、まあいいか。あー一気に繋がった。あー詰まっちゃった。ほいっと。あーオンザで止まっちゃったん。打ってないんだけどな。それはない。そうだ、私はたこ焼きが食べたいのよ。勘違いしないでよね。ここでいきなりツンデレかい。たこ焼き、あんたに困ってる暇はないってことよ。まずタコを消せよって話なんだけどな。よく来たな。俺様がエクザルトだ。ようやく会えたね、エクザルト。残念だが、お前はここまで来たことを後悔することになるだろう。なんかどっちも口調が優しいんだよな。知り合いか。え、タコを全部消してもらいに来たんだけど。ここはアーケードと同じ展開か。そんなこと僕ができるわけない。あ、何これ、ひょっとしてママのお写真かしら。なんでもないよ、これは。魔族の王子エクザルト様がまさかマザコンだったとはね。こんな女の子が、10歳の女の子がマザコンって言うかな。黙っていてもらうぜ。やれるもんならやってみなさい。てか10歳って。やーい、ダン。あー、普通に早送りしなくても早いじゃん、十分。もう行っちゃおうか。始まるよ。コロンよ。消えた。で、あ、もう終わったか。早いね。弱くない？じゃあ、
っぱぷよぷよの感じあるな。コンパイルがぷよぷよを作ってた時期ってマグロくんいないよな。ここ完全にアーケードと同じなのか。ありがとう。意外といいやつだね、エグザルトって。それじゃ早速行ってみるよ。あら、よくここまで来たわね。お疲れ様。あれ、アンジェリック、なんでここに？あら、私は天使よ。ここにいるのは当然よ。ああ、そうそう、タコよね。今消すから待ってなさい。え、アンジェリクはエクザルトが消し方を知っているって。ああ、あれ、嘘、あいつはただのいたずら好きのマザコンよ。そもそもタコ振らせたの私だもん。しらじらしい。だってエクザルトのやつ、この神殿でピンポンダッシュするのよ。放っておいたら私が神様に怒られるじゃない。だったら自分で懲らしめればいいのに。こんな面倒なこと私ができるわけないでしょ。私は南の島でゆっくりバカンスを楽しみたいの。それじゃあ私はあんたのバカンスのためにこんなに苦労したわけ。ムカついた。アンジェリク、私と勝負よ。ここはアーケードと全く同じでした。うん、やっぱりアーケードからやったの失敗か。アーケード中級だもんな。ここいけるのアーケード、これ初級だもんな。簡単だもんな。うん、まあいいや、やってしまったもんはしゃあない。まあ簡単とはいえ、アーケードとの違いもあったし、悪いことはなかったかな。全然タコがいない。しまった。ミスった。すぐ消えるんだな、こうやって。詰まると。緑いねえな。ちょっとまずいな。終わっちゃった。あんまりポイント取れんかったな。八つ当たり、バチ当たりか。こいつ何歳だろう。持ってるの。私はその魔力を利用させてもらっただけなの。だからコロン、あなたじゃないとタコを出すことはできないのよ。さあコロン、もう一度魔法を使ってみるの。なんかうまく乗せられているような気がするけど。乗せられてるんですけどね。キエロしたはずだけどね。まだあったか。私はあなたの魔力で生み出した分身よ。パッと見はそっくりだけど、やっぱり私の方が可愛いわね。ゴソロリか。はあ、何言っちゃってるの。あんた、だいたいあんた分身のくせに生意気よ。でも私はあなたと違って自由に魔力が使えるのよ。
人二役か。分身はあなたになるのよ。なんかぷよぷよでもこんな話あったような気がする。まあいいや。さあノーコンティニューできました。エクストラステージかな。あ、これオープニングテーマのあれだ、アレンジだ。結構強いかな。まずい、間に合わなかった。あ、ちょっと辛いなこれ。操作が操作がな、ここに来て操作のせいにしたくないんだけど、慣れてない。まだか、まだ持つか。やばい、これ普通にまずい。いける。まずい時が一番チャンスなんだよ実は。黄色ないんだよな、もう。よし、繋がった。よし。いった、オッケーオッケー。オリジナルはやっぱオリジナルですね。何でも蹴るの、魔力は私の方が上なのに。所詮偽物は本物に勝てないのよ。そんなことよ。ゴスロリ対幼稚園児。幼稚園児じゃないか。あー、ほのぼのエンドか。どこ行くんでしょう。え、行くってどこへ。強いて言うならあなたの中かな。ああおまたね、元気でね。消えました。またね、あたし。はい、というわけで結局タコは自分で消したと。たこ焼きよ、出てこーい。ここはアーケードと同じ。慌てることはないわ。今の私にはこのタコを消す魔法があるんだから。タコ消えろ。バッドエンドじゃねえか。最後は適当なんだな。適当というか投げやり投げやりな最後なんだな。結局また43分かかってしまった。ステージ数が違ったからまあいいんだけど。あ、でもノーコンティニューで最後まで行けましたね。ノーコンティニューで最後まで行くとエンディングが微妙に違うってことはなかった。あ、でも最後ボーナスステージかな、エクストラステージかな、ありましたね。はい、というわけでこれで終わりかな。最後なんかあるか。いやー、でもこれ一キャラずつストーリーがあるならまあまあボリュームありそうですね。まだ見ぬキャラクターもいるし、隠しキャラもいるみたいです。
なんでまだやりがいはあるかな。ね。ねって。はい、じゃあ。小文字ないのか。まあいいか。決定。10位ですか。まあ、ポイントがね、入ってなかったからね。でも、コンティニューゼロでいきました。はい、ゲームオーバー。ご視聴ありがとうございました。かな。隠しキャラが出るとかはないですか？はい、隠しキャラが出る、あれというか、隠しキャラが出るね。あ、出た。隠しキャラ出ましたね。ゴスロリ。そうかそうか。最後で倒せば出るんかな。多分。裏コロン。私はコロンの魔力を完全に解放させたもう一人のコロン。なぜかお嬢様言葉を話す。ダイヤ効果が地味に嫌なんだけどな。ほら、同じ高橋亜美香さんじゃないですか。一人二役。はい。ではでは、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。なしでーす。